はい、こんにちは、ビッグボーイです。ついに今回から後付け実況編が始まります。だけど、まあ一人で実況しても味気ないので、今日はコールオブデューティーと BF の配信であるゲストをお呼びしています。自己紹介をどうぞ。はい、私が、コールオブデューティーとはバトルフィールドの配信エナリでございます。はい、えなりと一緒に実況していくんだけど、まあ、はい、はい、キルズバリキルレは何本でしょうか、配信ということは。BF はそこまでなんだけど、うん、COD は、あー、1点いや、BO2 の話ね。BO2 の話でしょ。え、モダン3。あ、モダン3か、うん、君はだってゴーストやったことないんでしょ。ほとんどないね。もう某友達のうちで、うん、ちょっとやったことがあるぐらいしかない。これはね、4月以前に撮ったやつなんだけど、これは、レミントン、レミントンっていう、まあ、AR なんだけど、弾が24発しか入んないんだけど、まあ威力がまあ強いんだけど爆死だとレミントンか。いや、モダン3とか BO2 やってた俺からしてればさ、レミントンっつったらさ、うん、あのクソうざいショットガンだね、やっぱり。ショットガン、え、レミントン、え、そんなショットガンの名前あったっけ、レミントンって。いや、あのね、 COD の表記自体はそういう名前じゃないんだけど、うん、その実際使われている武器名からレミントンって呼ばれてるっていうのが。おお、なるほど、わからん。一番最初にあるやつで、まあこんな感じで倒し、うん、下手くそだないや、でも結構、あ、ちなみにこれね、あの、うん、プレイステーション4版で、1080p のフルハイビジョンでございます。 PS3 にしてはめっちゃ綺麗だなって思ったんだよこれは4だよ。うわー、これが4か。俺ちょっと悩んでんだよな。あ、そっか、4まだ買ってないんだもんね。そうだよ。ただね、誘ってるよマジでゴースト割と、あの、平日、うん、どうだったっけな、4月以前の話だけど、うん、平日はね、うん、多くて2万人ぐらいでね、大体切るんだよね。ボットかよ。だからね、あの、チームデスマッチぐらいじゃないと満足してすぐマッチングされないって感じかな。マジか、それ。だからサーチ民とかきつい。フリホとかサーチ行ったらもう、ああ、めちゃんこ強い人しかいないからそうだよね。これもなんか史上最大の〇〇ゲーって言われてるじゃん。いや、まあそうなんだけどねいや、まあ、いや、まあ、そういうのはあんまり言っちゃダメだけど、まあそうなんだよ、〇〇ゲーなんだよ、これ〇〇ゲーです。今のが大体その要因で、設置型の地雷みたいのがあるんでね、ポイって置ける、はいはいはい、一瞬で爆発するの、あれ。おお、 何をしてんのかね君は床の扇風機です。でね、あの、サットコムっていうね、うん、今作は UAV じゃなくてサットコムっていう設置型のね、レーダーなんだけど、俺はどっちかというと UAV 派なんだよなサットコムはちょっと俺的にはね、使い方がよく分からない。サットコムはね、あの、味方が置けば置くほど敵の移りが良くなるというか、なんか、まあ、よく仕様が分かんないんだけど、あの、ダブルキュー、あのね、3つ以上確か味方が置いたらね、敵がマップに移ると同時に、あの、どっちを向いているのかが分かるようになるとか、まあ、置けば置くほど機能が高くなるみたいなもんなんだよね。さあ、軍用剣だ、ワンワンオープン、ワンワンオープン。これ結構さ、聞いてる限りだったら結構いい、うん、いい曲来てるよね、うん、プレデターミサイルより強いよ場合によってはプレデター直撃しても知らないってこと、うん、いや、この今作プレデターミサイルはないからね。ただ、あの、なんだっけな、トリニティミサイル、トリニティロケットってのがあったんですよね。 あれさ、もう犬死んじまった早い。トリニティミサイルさ、あれ、なんか効率的にはすごく良さそうに見えるんだけどさ、俺ね、あれ何度か撃ったことあるけどね、まあ一発も当たんないよねあれかな、放った後に自動で修正されたりするの。あれはちょっともうよく分かんないっていうかね。おら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 、おお、いいね。あ、このね、うん、ちなみにこの武器の迷彩はね、あの、無料で配信されてたね、フェスティバルクリスマスカラーやつだよ。フェスティバルクリスマスカラー、うん、よく当てるな。あ、ね、あ、コールオブデューティー4年、プレイ歴4年の私の腕前を見るがいい。ほ、そこに敵がいるから下から撃っちまえ。なるほど、そっちにもいる。さあ、もう一回犬を呼んでと。ほう、いや、結構さ、マックスマンライフルいただき、丸々ゲーって言いながらも俺も結構実は興味があるんだよっていうのもさ、うん、結構さ、うん、まあね、システムとかがさただね、あの、3版はね、ちょっとね、あくまで個人的な意見だけど、僕がちょっとぼやけてね、ちょっと見づらいんだよね、HD でも。まあ、
確かに、まあだからちょっと4番になっていいなと思ったのは、劇的に鮮明になったから敵見やすくなったみたいな。そうですね、これ普通にコンシューマーと思えない、普通に PC でやったみたいな感じ。まああと YouTube の使用上30フレームレートになっちゃうけど、実際プレイしてるときは60フレームだしね。だから30なの、だからぬるぬるプレイが可能ってわけだよ。だろうね。なんかそう、これね、ぬるぬる見てたのはニコ動の方だったから。ニコ動はね、あの60フレームの投稿は対応してるよ。うわい、オッケー。リロードがちょっとかっこいい。パークパクって、あ、アトリニティロケットが味方の一人も死んでない。もう意味あるのかな、ね、マップがとことん広いんだよね、本当に。それな、だからもうちょっとね、狭ければ助かるんだけどね。ね、話は変わるけどね、あの今年も発売予定の新しい作の COD のとあるスクリーンショットみたいのがあったんだけど、はい、黒人の顔が綺麗だったよ。知らないよ。いや、グラフィックがね、もう今までなんか似たり寄ったりなグラフィックでいろんなシリーズが出てたけど、ついにグラフィックが超向上するらしいみたいな。なるほど。いや、グラフィックか、俺的にはね、とにかくゲームシステムだ。こう、いや、あのね、サポートキルストリークをなくしてくれたらぜひ。なんでかってね、なんでかって俺が使ってしまうからだよ。強いやつね。ね、ゴーストのね、サポートキルストリークにはね、オラクルっていう最高のね、出た、敵が透けますよ。あれさ、あるからね、絶対もうゲームバランス崩壊必死だべやね。おっと、敵がジャンプしてる。やっぱ綺麗だな、本当に。リボルバーにしよう。待て、今待て。いいね。このリボルバーはね、頭に一発あったら一撃で死んだはず、確か。あれか、あの高性能エクスキューショナーみたいな、そんな感じだな。だレミントンね、レートはそこまで高くないけど威力強くて、うん、もうエイムがブレブレの俺にはね、めっちゃいいものだよ。本作結構さ、武器ってさ、ほらほら、あれじゃない、武器の反動さ、そんなないよね。まあ、うん、いや、COD って全体的にそんなに反動ある武器あったっけ。まあ、そう言われてみると、あんまないんだけど。おいおいおい、あずすぎ。リボルバー難しいってか、これでも結構当ててる方な気がするんだけど。いや、わかるよ、わかるよ。モダン3とか BO2 出てこい、エクスキューションとかやってらんないからな。あれ、あれでさ、なんだっけ、迷彩のやつ、うん。あれとかもマジキシだと思うよ。俺、迷彩やんない人なんだけどね。やってる人とかみたいなね。あ、だけどね、モダン3はなんだかんだでモダン3は一番やってたゲームだよ、 COD の中で。おお、モダン2じゃなくて、モダン2よく、モダン2ね、見た、モダン2は3週ぐらいかな。3週か、でもやってる方じゃん。で、モダン3はね、あー犬よー。ホラゲー、ホラゲー。で、モダン3はね、うん、10周したね。おお、はい、まあそんな感じで、はい、勝ちました。いや、すげえな、キルデス。後付け実況の利点を知ってるかい？怖い。いい記録を保存しておけることだよ。あ、そうか。はい、というわけで、はい、後付け実況第1弾でした。はい、ビッグボーイと、ザクザクでした。ザクザクじゃねえだろうが。Oh my god! えなりでした。はい、ご視聴ありがとうございました。